んこんにちは。こんにちは。エプロンで校長しています井出塚です。広報を担当してます渡辺です。今日は YouTube 学校説明会に参加をしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日はたくさんの先生がエプロンの魅力についてお話をしていきます。はい、では早速はじめは学校説明、渡辺先生からお願いします。はい、それでは学校説明をしていきます。頑張ってる。頑張りますこの YouTube 学校説明会をご覧いただいている皆さんは、将来のことを考え始めてちょっと興味があるので見てみようかなという人や、もう成果調理の道に進もうかなと考えている人など、さまざまな人が見てくださっているかと思います。専門学校エプロンは平成3年に開校し、昨年30周年を迎えました。卒業生は3500名以上、全国各地で活躍しています。専門学校エプロンで学べる学科は、お菓子・パンを学ぶ製菓科と料理を学ぶ調理科の2つがあります。それぞれの学科を説明する前に、2つの学科ともに共通している一番の特徴をお話ししたいと思います。それは何でも学べるということです。何でも学べるというのは、ジャンルにとらわれず様々なことを幅広く学び、皆さんの可能性を広げ、将来につなげるエプロン独自のカリキュラムです。たくさんのことを学ぶって本当に楽しいです。ではそれぞれ詳しく説明していきます。まずは成果実習を担当している鈴木先生、成果科の説明をお願いします。はい、洋菓子の実習を担当しています鈴木と言います。私は洋菓子店で16年ほど働いていましたので、現場に近いそういう授業を心がけています。それでは成果科の説明をしていきますよ。はい、それでは成果科の何でもを説明していきますね。まず何といっても洋菓子です。洋菓子はフィナンシェとかマドレーヌとか焼き菓子から基礎的なところで始まっていって、少しずつ応用的なことに移っていきます。ロールケーキとかスポンジとか、そして2年生になると画面に映ってるようなお店で売ってるようなお菓子を作るようになっていくんですよ。そして和菓子です。和菓子も最初はあんこを炊くところから、基本的なおまんじゅうやお団子の授業を1年生で習って、2年生になると画面で映ってるようなハサミ菊とか少し難しいものに移っていきます。そして製パンです。パンも1年生の時は手ごねをして、基本的ないろんなパンを作ります。あんパンとかクリームパン、メロンパンとか。そして2年生になると機械でこねるようになっていきます。ハード系のパンとかいろいろなパンを作るようになりますよ。そしてカフェ調理実習バリスタです。今とても人気のあるこのジャンルですが、バリスタといってコーヒーを出したりラテアートをするだけではなくて、さまざまな国のドリンク、紅茶とかハーブティーとか、またそれに合うお菓子を作ったり、調理のプロの先生から包丁の使い方を習ったり、パスタやオムライスなど簡単な調理もできるようになるんですよ。そしてチョコレート、カカオ豆からチョコレートを実際に作ってみるところから始まって、画面に映ってるようなボンボンショコラと呼ばれるお菓子を作ったり、いろんなチョコレート菓子を作ったりもします。ここからは食べて美味しいお菓子だけではなくて、見て美しいお菓子、例えば飴細工、砂糖から飴を煮て美しいバラを作ったり、リボンを引いたり、一人一つ小さなね作品を作れるようになるんですよ。そしてマジパンとシュガークラフト、マジパンはアーモンドと砂糖からできているんですが、こういう動物を作ったり、ウェディングケーキの上に乗っている新郎新婦を作ったり、そしてシュガークラフト、砂糖からお花を作ったり、画面に映ってるようなケーキを作ったりもするんですよ。こういう細工物と呼ばれるお菓子たちは、手先が器用になっていくだけではなくて、だんだん色使いや立体感などセンスを磨いていく、そういう授業になっています。そしてナッペとパイピング、ケーキ屋さんに必要なクリームを塗ったり絞ったり、文字を書いたりイラストを書いたりする、そういう授業もあります。これだけのお菓子を学べるって
すごいですよね。これだけではなくて、聖火衛生士を取得するために必要なさまざまな座学も勉強します。さらに作るだけではなくて、販売するためのバンドゥーズの授業やコップやロゴなどのデザインをするアートデザインなど、販売するために必要な技術も学びます。さまざまな実習や座学をまとめて、パティスリー実習という実際のケーキ屋さんと同じようなことをする授業もありますので、よかったら他の動画になってますから見てくださいね。そして聖火科で取得できる資格としては、聖火衛生士の受験資格が得られます。この資格は2年生になると受験をしに行くんですが、新潟県の合格率はだいたい 80% 弱ぐらい。エプロンだとほぼみんなが合格できるように、聖火衛生士対策という授業もね、しっかり組み込まれてるんですよ。その他にも漢字検定や簿記の検定、パティスリーラッピングなど、就職に有利な資格も受験できます。はい、では次は調理科の説明を栗山先生お願いします。はい、鈴木先生、調理科のことは栗山に任せてください。私は、ホテル以前勤めていたので、現場でも役に立つような調理技術を学生に教えています。西洋料理やイタリア料理を担当しています。それでは調理科の説明を始めたいと思います。はい、それでは調理科の何でも説明していきたいと思います。調理科には2つの学科があります。2年間学ぶ調理技術科、1年間学ぶ調理師科、この2つの学科があります。この学科でどういったことが学べるのか説明していきたいと思います。エプロンだからこれだけのジャンルが学べます。まずはフランス料理です。みんな何がフランス料理かってなかなかわからないですよね。ステーキかな、ハンバーグかな、グラタンかなっていうようなイメージはあると思うんですけども、フランス料理はこれだっていうところからちゃんと勉強していきます。最初は野菜の切り方から始めるんですよ。人参やじゃがいも、玉ねぎなど皮を切って、実際に切ってみる、そういったところから始めます。2年生になるといろんなお肉を焼いたり、いろんなお魚をさばいて調理したり、ソースもたくさんの種類があるのでいっぱい勉強してください。イタリア料理もパスタだけじゃないんですよ。肉や魚、デザートまでイタリア料理はたくさんあります。最初はトマトソーススパゲッティやミネストローネから始めるんですが、粉からパスタを作ってカルボナーラを作ったりもしますよ。日本料理は最初は出汁の取り方、卵料理だと出汁巻き卵、あとはお刺身のつまになる大根のかつらむき、こういった技術を最初に学んでいきます。もちろん魚をおろしてタイの池作り、こういったものも作っていきます。そして中国料理ですね。なかなかご家庭では体感できない強力な火で中華鍋を煽ったり、中華包丁を使ったりしていきますよ。カフェですね。やっぱり、ね、最近カフェ人気が出てきました。ドリップコーヒー、あとは紅茶、世界のいろんな豆を使ってコーヒーを入れたりしています。あとは集団調理実習ですね。最近幼稚園や保育園、小学校や病院などの集団調理に就職したいという生徒も大変増えてきました。そのために全校分の料理を作ったりもしますよ。あとこれがね、私の一番大きなポイントだと思うんですけども、調理科に入っても製菓実習と製パン実習があるんですよ。エプロンの調理科を卒業してもらうとパンやお菓子も作れるようになります。お客様の素敵な時間を甘いお菓子やパンを添えて演出することもできます。でもね、座ってやる勉強がどうしてもあるんですよ。これは、厚生労働省の認可を受けた、調理師養成施設校の規定授業で必ず必要な科目となってきます。その他にも実際にお客様に料理を提供する接客サービス、ワインの知識なんかも勉強したりします。アートデザイン、あのメニューを書いたり、お店のロゴを作ってみたり、そういったような勉強もできるんですよ。もう一つ、
マーケティングですね。今この SNS すごい時代になりましたよね。私たちとかさっき説明した鈴木先生の頃にはなかったんですけども、インターネットでどうやったら美味しいもの上手にお客様に宣伝することができるのか、そういったような勉強も行っております。さっき鈴木先生から製菓科のパティスリー実習の説明もありましたが、調理科でも実際にお客様に販売するレストラン実習というのをやっております。こちらも下の概要欄に貼っておきましたので、ぜひチェックしてみてください。必ず見てね。資格できる取得、こちらは調理師免許、国家資格であります調理師免許の資格が取得できます。なんと試験がありません。1年生でも2年生でもエプロンを卒業してもらえれば試験がなくて調理師免許を取得できるんですよ。その他にも食育インストラクターでしたり全調教実技検定などの資格が取得することができます。それでは説明を渡辺先生に戻したいと思います。渡辺先生お願いします。はい、これだけ学べるのはエプロンだけということで、この何でも学べるカリキュラムは何がいいのでしょうか。それには2つの理由があります。1つ目は自分だけのやりたいに出会えることです。今やりたいことが決まっている人はたくさんの経験をして本当にそれがやりたいのか確認することができます。今まだやりたいことが決まってない人もいると思います。何でも学ぶ中から本当にやりたいことを見つけることができます。何でも学ぶことで大切な自分の将来にじっくりと向き合うことができます。2つ目、経験は財産になります。さまざまなことを学ぶことで将来仕事をした時に即戦力になります。就職先の方からもたくさんのことを学んで現場に来てほしいという声もいただいています。就職にも何でも学べるカリキュラムがつながっているんですね。さまざまなジャンルを超えた勉強ができるのは専門学校で学ぶ期間だけです。この期間に総合力をしっかりと身につけることができます。それからもっと自分の可能性を広げたい人のために、製菓と調理2つの国家資格を取得することができるダブルライセンスコースがあります。製菓技術科に2年間通った後、1年の調理師科、2年の調理技術科、どちらかに進学することで合計3年もしくは4年で製菓衛生士免許と調理師免許の2つの国家資格を取得することができます。今このダブルライセンスコースもとっても人気です。2つの免許を取得することでさらに広がる世界があります。また内部進学という形になるので次の学科で学費の免除を受けることができます。それも嬉しい特典ですね。はい、次はコンテストについてお話しします。こちらの説明は鈴木先生にお願いしたいと思います。実は鈴木先生は日本1位の賞を取ったこともあるすごい先生なんですよ。ではまたまた鈴木先生お願いします。はい、私からはコンテストについて少し説明しますね。お菓子やお料理にもコンテスト、コンクールがあるんですね。まず一つはジャパンケーキショー東京と呼ばれる大会です。この大会は全国のお菓子屋さんや学校の学生さんたちが出てくるんですけども、エプロンでは先生たちもこの大会に挑戦してるんですね。紹介があった通り、実は私も、日本一をもらったことがあるんですよ。エプロンにはこの日本一の先生たちが実はたくさんいて、その先生たちから普段の授業を学べるっていうのは一つ大きいのかなと思います。次に技能五輪全国大会です。この大会はさまざまな職種の23歳以下の若者の大会なんですが、この画面の右側に映ってる子は洋菓子製造部門で日本一になったんですよ。日本一になると次は世界です。エプロンからは何度も世界一になってるんですね。大会やコンクールは部活動のようにやっていますから、もし興味がある人はぜひチャレンジしてみてください。はい、次は就職についての話ですね。マリコ先生にお戻しします。はい、続いては専門学校に進学する一番の目的、とっても大事な就職についてお話ししていきます。エプロンは就職を振るサポートします。
エプロンの就職サポートはとっても充実しています。一つ目、求人数がとっても多いです。たくさんの求人があります。3500人を超える卒業生とのネットワークも充実しています。中にはエプロンの卒業生を採用したいというお話をいただくこともあります。2つ目、就職先は全国です。新潟県内はもちろんのこと、関東、関西や県外から来ている先輩もたくさんいますので、自分の地元に戻って就職をすることも可能です。希望することがあなたの就職先になります。3つ目、マンツーマン以上のサポート体制があります。担任の先生、進路の先生、そのジャンルの先生、みんなが一人一人に寄り添ってしっかりサポートしていきますので安心してください。また今年度より新しい就職システムを導入して、アプリを使った最新の就職活動ができるようになっています。はい、そして在学中だけではなく、卒業後も障害サポートが受けられるのも大きな特徴です。卒業後再就職の相談や、自分のお店を持ちたいという夢を持っている人のための独立開業のサポートなども行っています。エプロンの理事長は、165年続く製菓材料や機械を扱う食の総合商社を経営しているので、どこよりも強いバックアップと卒業生特別価格で独立開業をサポートしていきます。もし将来自分のお店を持ちたいなという夢がある人は、その夢が近づくのではないでしょうか。実はエプロンでは卒業生がたくさん自分のお店を持つ夢を叶えています。去年からオープンラッシュが続いておりまして、新潟県内にもたくさん卒業生のお店がオープンしています。エプロンの YouTube の動画にはたくさんの先輩の紹介動画があるので見てみてください。はい、では、これから学校の隣にあるお店を紹介していきます。お店の店長から紹介してもらいたいと思います。店長お願いします。はい、皆さんこんにちは。エプロンのお店の店長の渡辺です。今日はエプロンのお店を紹介したいと思います。エプロンの隣には製菓材料や道具の専門店があります。学校の授業で使った材料や道具などがありますので、復習や予習などにも使えます。お友達にお菓子をプレゼントするときなど、材料が全部揃ってますので、ぜひご利用ください。またスーパーに売っていない材料など、特別なものなどもありますので、ぜひ見に来てください。入学したらエプロンの学生には割引制度もありますので、ぜひ遊びに来てくださいね。待ってます。はい、店長ありがとうございました。専門学校の校舎の隣にお店があるのは全国でも珍しいそうです。とってもいい環境ですね。はい、では続いてこのままエプロンの環境、設備などについて紹介していきたいと思います。それぞれの実習室を先生方に紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは設備を説明していきたいと思います。ここは2階にあります A 実習室という部屋になります。いろんな調理器具があるので、ちょっと見てみましょう。はい、この大きな冷蔵庫ですね、ショックフリーザーといいます。瞬間冷却だったり、熱いものを入れて急速に冷凍をかけたりする機械になります。こちらの長細い冷蔵庫みたいな機械はホイロといいまして、パンの発酵をするための調理器具になります。あとはオーブンが2台ありますね。はい、どちらもすごい重たい扉で、本当にお菓子屋さんで実際に使われているような機械になるんですけども、ここでパンを焼いたり洋菓子を焼いたり、あとはローストビーフとかね、調理の調理器具としても使ったりしますよ。すごい重たい。続いて反対側見てみましょうかね。じゃーん、入ってないから何か分かんないかもしれないんですけども、バームクーヘンを作る機械になります。ここの棒に何層も何層も焼いていくんですよ。続いてカチカチ、はい、ライコ型のオープンキャンパスですと、ここがオープンキャンパスの会場になります。普段は
成果の実習ももちろんなんですけども、接客サービスをしたりするような部屋になります。あとはお昼休みにはテラスとして開放されて、みんなここでご飯を食べたり、調理科だとレストラン実習をやっているので、ここにお客様をお招きしてレストランを運営したりします。続いてバリスタマシーン見てみましょうかね。実は今撮ってもらっている先生がカフェの先生なので、ちょっとカメラ貸して。はい、皆さんこんにちは。エプロンでカフェの先生をしています松原と言います。先ほど栗山先生から A 実習室の紹介がありましたが、 A 実習室は、カフェの授業も行っています。こちらの後ろにあるバリスタマシンを使って、コーヒーを入れる授業、あとはラテアートを書く授業もやっています。今僕が入れたラテアートがこちらになります。見えますか？じゃあ実際にどのように、このバリスタマシンを使ってコーヒーを入れるかっていうのをちょっと動かして見せていきたいと思います。はい、じゃあ行きますよ。はい、ハートの出来上がりです。エプロンに入学するとこういうラテアートという授業もありますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。はい、僕から A 実習室、このカフェスペースの紹介は以上になります。次に、C 実習室に行ってみましょう。はい、エプロンで、成果の授業を担当しています小森です。担当教科たくさんあるんですが、何でも学べるエプロンなので、食べて美味しいお菓子とかパンはもちろんですが、シュガークラフトとか細工菓子も担当しています。調理科の成果実習も担当しています。私からは、C 実習室の特徴について説明したいと思います。はい、まず C 実習室、入ってきた時にここのお部屋のテーマカラーが実はあって、C 実習室は全部チョコレート色でまとまってます。とても温かみのある実習室です。各実習台が大理石になっているので、例えばパイとかクッキーとか冷たいお菓子も上手に作ることができますね。現場でも大理石よく使うので、そんな実習室です。そして器具もたくさん揃っていて、まずオーブンですね。ここのオーブン、エプロンいろんなオーブンがあるんですが、ここのオーブンの特徴としては、ちょっと中開けますね。中が石窯でできてます。はい、熱伝導がとてもいいオーブンなので、すっごく美味しいパンが焼けます。はい、でオーブンの隣ですね、ミキサーと、あとは、ホイロですね。ミキサーがあるので、スポンジケーキをたくさん焼くこともできますし、もちろんパンの生地も作れます。隣のホイロですね、ドゥコンディショナーっていうものなんですが、冷凍、冷蔵、そしてパンのホイロ、発酵ですねも取れる、とても素敵な器具が揃っているお部屋です。はい、調理科ではこの部屋で、日本料理なんかもやっているので、本当に成果でも調理でも何でも対応できるお部屋が C 実習室です。はい、3階は C 実習室と隣に B 実習室もあるので、じゃあ次は B 実習室を見てみましょう。はい、こちらは B 実習室です。私はエプロンで成果科調理科の成果製パン実習を担当しています長谷川です。現在ダブルライセンスコースの担任もしています。ここ B 実習室は調理科の実習で主に使っています。このお部屋にもオーブンがあったり、冷蔵冷凍庫、あとはショックフリーザーも取り揃えているので、さまざまな実習に対応しています。では学校で使っている教材を見てみましょう。はい、こちらが実際に使っている教科書になります。成果科調理科で使っています。主に座学で使用しているんですけれど、実習で使うこともあります。こんな内容です。
じゃあ続いて使用する器具を紹介していきます。今映っているのが調理家が使う包丁セット、両包丁と和包丁があります。続いて成果で準備するのがこちらの道具セットです。クリームを塗るスパチュラっていう道具だったり、あとは様々な形が絞れる口金なんかを購入してもらいます。はい、では B 実習室と教材の説明は以上になります。次の実習室お願いします。こんにちは、古川です。私は洋菓子やナッペ、そして成果理論という座学の授業を担当しています。これから第4実習室の紹介をしたいと思います。第4実習室では主に洋菓子の授業、そして調理の授業ではこちらガス火を使った中国料理の授業もしています。すごく強い火が出るんですよ。先ほど鈴木先生からお話があったパティスリー実習のたくさんのお菓子もこちらの実習室で作られているんですよ。はい、それでは奥の方も見に行ってみましょう。鈴木先生、何してるんですか？あのね、急にちょっとデコレーションケーキ頼まれてナッペしてました。さすが先生、早いですね。そうね、ケーキ屋さんになるとこれ1台1分かからないぐらいで塗っちゃうんですけど、2年生になるとね、1分かからない子が出てくるよね。鈴木先生、さすがですね。そうでしょ。第4実習室は洋菓子の授業がすごくやりやすいですよね。うん、この実習室はね、もちろん最新のオーブンも入ってるし、ショックフリーザーやブラストチラーも揃ってるので、まあ、洋菓子はとてもね、やりやすい環境にあるなと思います。そうですね、うん、はい、それではここで第4実習室の紹介は終わりです。次の実習室へどうぞ。どうぞ。はい、こんにちは、管理栄養士の橋爪です。こちらは D 実習室です。今日はパンの実習のセッティングをしてありますが、普段こちらは実習と、そしてもう一つ、普段私が教えているバイキンの話や栄養の話、座学もこちらの教室でやっているんですよ。エプロンは生化科では生化衛生士、調理科では調理師の国家資格が取れる学校です。いろいろな実習以外にも食べ物を扱う職業として必要な衛生法規、食品衛生学、栄養学、生化、調理理論などの座学もしっかり勉強します。先生方が分かりやすく教えてくれるので安心してくださいね。普段の実習座学以外にも有名なシェフ・パティシエをお招きしての特別授業もあります。こちらの実習室では先生の手元がよく見えるようにビデオモニターの設備もあります。皆さん入学したら楽しみにしていてくださいね。それでは次の実習室お願いします。はい、じゃあ私からは、エプロンの学生さんが普段使う教室を紹介したいと思います。朝学校に登校したら、まずはこの教室で、担任の先生が、ホームルームを行って出席確認をしていきます。その後、その場で授業を受けたり、実習室に行って、実習の授業を受けたりしていきます。昼休みにはお友達とお弁当を食べたり、あとは放課後には、おしゃべりをしたりして、ここが拠点となってエプロンの生活を送っていきます。はい、私からは教室の紹介を終わりにします。じゃあ次の先生にバトンタッチ。はい、再び長谷川です。ここは1階 E 実習室になります。主にイタリア料理やフランス料理の実習を行っています。ちょっと奥の方見てみましょうか。あ、栗山先生。はい、何でしょう。ちょっと栗山先生の技を見せてもらってもいいですか？はい、ちょっとじゃあオムレツやってみましょうかね。オムレツ、はい、お願いします。はい、長谷川先生もエプロンのダブルライセンスの卒業生なので、はい、やったんじゃないですか？やりました、オムレツ。じゃあ代わりにやってみますか？いや、栗山先生のやつです。ありがとうございます。はい、じゃあ卵入れます。うわ、はい、最初はまずスクランブルを作ります。テストも緊張しました？しました。しましたよね。手震えてました。そうですよね、はい、テストも緊張するんですよ。じゃあ箸でかいしてみましょうかね。よいしょよいしょ。
はい、プルプルです。ポンと、はい、できました。美味しそうだね。美味しそう、食べたいですね。食べます？いいんですか？いや、ダメです。はい、はい、イージーシースは以上になります。皆さん、いかがでしたか？エプロンのことをたくさん知っていただきましたでしょうか？ぜひ大工型のオープンキャンパスにも遊びに来てください。大工型のオープンキャンパスの内容と日程は下の概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。 LINE での申し込みもお待ちしています。皆さんに会えるのを楽しみにしています。待ってますよ。またね。待ってるよ。